岡田なでことは、日本の新聞社経営者、出版人、俳人。1915年開催の、家康忠勝良幸三百年祭を、実行面で取り仕切った。近代岡崎市の文化発展に寄与した人物の一人。家康忠勝良幸三百年祭、家康忠勝良幸三百年祭梅園長の、西岸寺入口。 本堂は1945年7月20日の岡崎空襲で消失した。東公園内にある岡田なでことの区比愛知県岡崎市に千賀伝左衛門の孫として生まれる。本名は岡田太志義次郎。生まれるとすぐに岡崎投げ町の醤油業岡田壮太のもとへ養子にやられる。矢部聡太郎は梅園町の西岸寺家大の茶室。 ふくらあんの維持に尽くしていたので、なでことは、ふくらあんの息子と呼ばれた。岡崎連尺町の大賀谷の上田石芝から、俳句の手ほどきを受け、16、17歳の頃から、俳人として、頭角を表した。正岡式の俳句運動の影響を受け、高浜巨子、川藤壁五等伊藤幸夫らしき一門の俳人、歌人とも交わりがあった。その他、交際範囲は、 野口宇城、若山牧水、中山新平など多方面にわたっていた。特に宇城、牧水、森田総平、内藤名説、大谷区物などがしばしば岡崎の地を訪れたのは、そこに岡田がいたためだと言われている。1900年6月、新見新十郎、菅野昌治、大山仁八郎らと三河商工新聞を発刊。 1906年には同志を発展させた日刊新聞三河を安藤源、喜び小田礼剣らと発刊岡田は自ら社長となった三河はやがて廃刊となるが1911年竹内竹五郎によって岡崎町方として再考されている1907年から1908年にかけて岡崎町立高等女学校新築をめぐって 賛成派と反対派の間で激しい争いが起こる。この対立において、岡田は二公派の岡崎町民同盟会副会長となり、町民に過重な負担を強いるとして、高等女学校の校舎新築に反対。しかし1908年2月21日に、役場前の弁天坂で発生した、暴動事件の首謀者の一人として囚われ、懲役1年執行猶予4年の判決を受けた。 1911年、安藤元慶らと月刊、抽選を発刊した。1915年4月16日から、家康忠勝良校300年祭が開催される。徳川家康没後300年を記念し、本田忠勝の礼を祀る、この催しは、岡崎の地においては、史上空前の大祭であったことが伝えられている。岡田は、その実行面を担当した。 1918年7月12日、文学友達であった初代市長、千賀太一が急死。公認選考の際、当時北海道庁で働いていた、本田ダ樹を強引にくどいて、第二大市長に据えたのも、岡田であったと言われている。地方の文化の上に、彼が残した功績は大きく、1920年から始まる柴田県政の、 岡崎市編纂事業においては編集、観光を強力に推進した。翌1921年、近藤幸太郎から岡崎で美術展を開くアイデアを聞かされると、岡田は本田都樹市長に進言。1922年に第1回岡崎美術展開催が実現した。それから、また、友人の野口宇城、そして宇城とコンビを組んでいた。 作曲家の中山新平に新しい岡崎の民謡を依頼する。地元の近藤幸太郎に歌詞を作ってもらい、それに、宇城が歌詞を補い、中山が曲をつけて完成された。岡崎幸太は1926年、岡崎劇場での発表会で公開された。1928年には銀座サニア楽器店から中山新平新民謡の一冊として出版された。 1924年8月25日、日韓紙、三河日報を発刊。岡田は、社長兼主筆となった。昭和初期には、声優会系の岡崎長報、中立系の新三河と、並び民政党支持の論人を張り、三死定立時代を築いた。1926年1月、旧加護田町にあった総理時の段下と岡崎氏との、 間で寺の敷地に、岡崎郵便局を一転する、胸の合意がなされると、率先して、反対運動を起こした。岡崎伝統の杉浦銀蔵山へ、岡崎商工会議所会頭の千馬千太郎も、引き入れて立ち向かうも、甲骨を持って鳴らした、尾瀧喜七郎助役が強行に移転を推進したため、結局総辞事は、中町へ移り、1937年には、 郵便局も寺の跡地に移った。三河日報は、やがて1929年頃から、経営不振となり、給料の支配が目立つようになる。1930年7月1日、岡崎合同労働組合が設立。同年12月7日、岡崎印刷2校組合が、三河日報の印刷校を中心に設立され、組合側は岡田との交渉に入った。 しかし途中から、バクトの市橋栄二郎と元大相撲力士の辻、高氏が介入し、組合側の活動を妨害。また、元、三河日報記者の安藤春夫が何者かに王を出され、負傷した。当時は、労働の民党衆議院議員、山本信春暗殺など左翼勢力に対する白色テロが起きていたため、組合の指導者たちは、非常手段で、 事故防衛する他ないと考え、死去と辻の襲撃計画を立てる。1931年1月15日夜、黒柳次佐を、坂木原金之助、近藤春次らは、死去に重傷を負わせた。辻に対しては未遂に終わった。翌1月16日、警察は関係者を検挙。黒柳、坂木原、安藤春を、伊藤鈴男、大須賀達夫ら5名が、 障害容疑で起訴された。それとともに、当局は、島田小市、黒柳寺佐を、落合秀夫の3名を治安維持法違反の過度で起訴し、岡崎合同労働組合は、壊滅状態となった。また、三河日報も1935年2月にはついに、廃刊に追い込まれる。岡田はこれを機に膨ら案に入り、廃画と、落焼きだけを楽しむようになった。 1940年5月9日に、安城町で友人と酒を飲んだその翌日10日、昏睡状態に陥り死去。1941年10月、伊構集、なでこと伊構が福らんから出版される。ありがとうございます。